いらっしゃいませ、おでん屋でございます。大根、牛すじ、ちくわにはんぺん、各60円で販売しております。60円がないお客様には特別におでん一つにつき怖い話一つで販売しております。今日はお金を持たない前田さんのお話です。俺なあ、死んだんだよ。いや、幽霊じゃない、今は生きてる。一回死んで戻ってきたって言えば分かりやすいか。死ぬ前に付き合ってた女がいたんだけどさ、その時俺は四股かけてたんだよ。バレてないと思ってたんだけど、バレてたんだろうな。俺の誕生日にプレゼント渡したいからって、目を閉じててって言われたんだよ。そんで言う通り目を閉じてたら、紐かなんかで首絞められて、とどめに首を刺されたわけよ。思いのほかぽっくりいったね。気がつけば知らないところに立ってたんだ。そこは全体的に灰色で、大きめの石の地面に枯れたような草が少しだけ生えてる。辺りには何もなくて、360度同じ景色が広がってた。どっちに何があるのか、どっちにも何もないのか、わからないけど進んだんだ。とりあえず前へ。歩いても歩いても変わらない景色に、住んでいるのかいないのかわからなくなるほどだった。歩くのをやめようかと考え出した頃、遠くの方に川が見えた。初めての違う景色にテンションが上がった。進んでいたんだとやっと実感できた。疲れていたけど、さっきよりも少し足早にその川の方へと向かった。川の近くまで来ると、そこには人が数人と小さな船があった。数人の人たちはその船の前に並んでいるようで、皆俺には背中を向けていた。どこに行くんですか？最後尾に並んでいたじいさんに聞いた。じいさんは顔をくるりと向け、俺を数秒見て、また顔をくるりと戻した。そして一歩、また一歩と船へと近づいていった。どうやら答えてくれる気はないらしい。このままここに残ってもどうしようもなく、心細かった俺はその列についていこうと決めた。じいさんの後ろに並び、一歩また一歩と同じように船へと近づいた。船の前まで行くと、黒っぽい人のようなものがいた。お代を。そいつは金を要求してきた。財布なんて持っていなかったし、ポケットを探っても出てきたのはガムの包み紙と糸くずだけだった。金ないみたいなんですけど。俺がそう言うと、黒いやつは小さく舌打ちをして船を漕ぎ始めた。どうしてもついていきたかった俺はジャンプしてその船に飛び乗ったんだ。船はぐらりと揺れた。その揺れで黒いやつと乗っていた人たちが一斉に俺を見た。その顔はどれも無表情でとても冷たかった。その冷たい奴らは俺をグイグイと押し始め、船から落とそうとした。結果的に落ちた。すぐにさっきまで立っていたところの足場に手が届き、溺れることはなかった。一安心して船の方を見ると、川から無数の手が生えており、どれも船を揺らそうと手を伸ばしていた。その手を
黒いやつが時々払いながら進んでいく。呆然と見ていると、胸元から一本手が出てきた。驚きながらも俺を沈めようとするその手を払いのけた。急いで岸に上がり川から離れた。一本だった手は数えきれないほどに増え、俺を手招いていた。手は諦めたのか川へと沈んでいき、船はもう追いつけないほど遠くへ行っていた。あの手がいる以上、泳いで渡るのも不可能だ。ここから渡るのは諦め、川沿いを歩きながら橋を探すことにした。再び景色が変わらず、進んでいるのかいないのかわからなくなる現象が起こった。しかし今度はいくら歩いても橋は見つからなかった。橋は見つからなかったが、人は見つかった。そこにいたのは幼稚園児か小学生か、小さい子供たちだった。子供たちは皆無言で石を積み上げていた。まるで祭の河原みたいだなと思った。そして一番高く積み上げていたこの前に鬼のようなやつが現れ、石の塔をあっさりと壊してしまった。その瞬間、ここは三途の川なんだって、祭の河原なんだってはっきりと理解したんだ。鬼は俺に気づいているようだが特に何もしてこない。かなり怖かったが鬼に話しかけてみることにした。帰り道を知りたいんですけど。声は震えたがちゃんと言えた。足も膝がすり減りそうなほど震えている。鬼は振り向き答えてくれた。ここは子供だけだ、お前は違う。俺の記憶が正しければ、祭の河原は親より先に死んだ子供だったはず。それなら俺の両親はまだ生きているし、両親からすれば俺は子供だ。そんなへりくつを頭の中で生み出し、勝手に石積みに混ざった。お前は違うと言いつつも、石を積めば鬼は律儀に壊しにやってきた。違いといえば、子供たちの塔は棒で壊して回るのに、俺の塔は足蹴りだったことぐらいだ。そして俺だってもういい年だ。子供より力もある。何も考えずに石を積み上げるほど頭も悪くないはずだ。一個でも高さが出るようでかい石、バランスが崩れないよう接地面が広く安定する石を選び、隙間に小石を挟むなど努力をした。鬼が戻ってくるよりも早く何度も何度も何度もやったが、何メートル積めば合格なのかがわからない。どんなに高く積み上げても鬼は面倒くさそうに足蹴にするだけだった。なんだかバカバカしくなり、胸の高さほど積んだところで手を止めた。ポケットからガムの包み紙を取り出し、適当に三角形に折った。ため息をつきながらゴミを石の上に置いた。屋根、なんちゃって。軽い冗談のつもりだったのに、ゴミの屋根を置いた塔は薄い金色に光り始めた。周りで黙々と石を積んでいた子供たちが急に立ち上がり、こっちへ走ってきた。そして俺の作った塔に向かって泣きながら助けてと騒ぎ出した。鬼は騒ぎに気づき、
塔から子供たちを引き剥がし石を積むよう怒鳴り散らした。最後に残った俺と微妙に光る石の塔を見て、鬼は舌打ちをして子供たちの方へ戻っていった。どうすればいいのか分からず石の塔を見ていると、石がぐにゃぐにゃと動き出し地蔵のような形になった。頭には三角形に折ったガムのゴミを傘のようにかぶっている。地蔵なら助けてくれると安心して涙が出てきた。さっきの子供たちのように助けてくださいと泣きついた。地蔵は優しく微笑み、できませんと一言。船にも乗れない、元の世界へも帰れない、どうすればいいのか。死んだ者は生き返りません。今まで聞いたこともないような優しい声で絶望させる。俺は金がなくて船に乗れなかったことを話した。この際生き返らなくてもいいから船に乗せてほしいと言った。地蔵は少し悩み、こう言った。では六門集めてきてください。集まりましたら船に乗るといいでしょう。六門って何円だよ。俺がそう言った頃には辺りは真っ白になっていて何も見えなくなっていた。眩しさで目を開けていられないほど辺りは光っていた。ドンという鈍い音と痛みとともに目を開けると、そこは見慣れた自分の部屋だった。目の前にある財布から1万出せばきっと足りるだろうと財布に手を伸ばした。そしてすぐに引っ込めた。六文集めたら船に乗ることができる。逆に言えば、集めるまではこのまま生きていられるんじゃないか。そう思って金を手にするのはやめたんだ。何も持たずに家を出て公園で暮らすことにした。公園の水道水を飲み、ゴミ箱を漁り、完全にホームレスだな。他のホームレスと違うのは、やたらと金が寄ってくることくらいか。座っているだけでも偽善者が寄ってきて金を差し出すんだ。これで何か買ってくださいってよ。偽善者が来るたびに断り、金から逃げた。ホームレス仲間も、拾ったから半分やるよって金を差し出す。挙句の果てに俺を殺した女まで現れて、お小遣いあげるし紐でもいいからうちで暮らしなよって毎日説得に来るようになった。もう一人で生きようと住みかを変えた。それでもやっぱり俺に金を渡そうとするやつは後を絶たないんだ。死ぬ前は金なんかくれなかったくせによ。そして今に至るわけだけど、どうなんだろうな。こんな生活してまで長生きするのと、さっさと三途の川渡っちまうの、どっちがいいんだろうな。そう話し終えると、前田さんはタコ串を食べて帰っていきました。